もう普段着になっちゃってるんで、別に何やる、やらない日も着てるんで、なんか。カツオさんって T シャツ何枚ぐらい持ってるんですか？15枚ぐらい。その文字類だけのやつで15枚ぐらいある。15枚ぐらい。その日のデッキ気分に。最近増えないんで、増やさなきゃと思ってます。それもう買う店は大体決まってるんですか？秋葉原か、もしくは中野のブロードウェイにある。そのうちなんか自分で描けそうな感じとかしてきませんか？なんかありますね。なんか自分で作っちゃいたくなりませんか？あの秋葉原に持ってねって今度は自分で作れてると。ああ、文字とかを、うん、今度やってみようかなって。今日はなんで未熟者なんですか？いや、別に特に普段着になっちゃってる、普段の着るシャツになっちゃってるんで、別に、うん、そうです。じゃあカツオコレクションさん、よろしくお願いします、はい。すみません、あの今日、うん、歌うことになって、急遽歌うことになっちゃって、あの一応ネタだけはちょっと持ってたんで、そちらでちょっと練習、ちょっと申し訳ないんですけども、ということで、あの若智子さんがね、あの明星、捨てられた明星というあれがあるの、僕はあのちょっと違ってですね、あのな、あの懐かしのヒットソングが大嫌いな、あのカツオコレクションでございます。あのですね、それはなんでかというとですね、あのもうあの番組はただあのヒット曲をあのとヒットしたアーティストをだだ流しして、あ懐かしいなって思ってもらうだけの番組で、何のその歌やアーティストのことを掘り下げてないというね。だからもう本当もう厳しい。いやいや、もうね、見てるだけでもうそれもう嫌気がさっていうような番組でございまして、僕はあのどっちかといえばあのCD の B 面とかね、アルバムの中の曲とか、そういうの曲の方が好きで、まあ、仏教、僕自分昔仏教やってたんですけど、仏教の言葉の中で、要はあの法は、ね、法として素晴らしいけれども、人がいなかったらその法は伝わっていかないんですよ。故に忍法ともに尊し、人と法は両方とも尊いんですよって言葉があって、それは僕もすごい大好きな言葉で、ね、歌ってる、歌う人がいなかったら歌いやすい、あのそういうことか、そうそう、そうそうそう、歌曲が廃れていっちゃうんです。でそれも忘れ去られた、だそのあの番組見てるとね、あこの人もっといい歌を歌ってるの、この前の渡辺美里もそうで、マイレボリューションばっかり流れちゃう。ああ、ね、サマータイムブルースあるじゃんとかね、そういうの、そういう気持ちで、ということで僕はカツオコレクションということで歌ってます。ということで、あの今日はあのこの曲を歌っていきたいと思います。じゃあちょっと歌だけ歌うので、あこれ 誰が歌ってたんだろうなっていうのをちょっと思い浮かべて、最後分かったら手を挙げたりなんかして言ってくれればありがたいと思います。では行きます。これじゃああれかな、はい、あ、そうか、そっちなんだ。そうなんですよ、そっちになっちゃった。いつもこれ自分で調整したの。あれ出てない、今、ね、再生してるけど、これってどっかに繋がってる？これかな？あ、これ？今のこれは全然、これ違うね、うん、これ有線だと、はい、あれちょっとわかんない、こうしたら刺してる、うん、え、あ、リハで音するってやつ、うん、まあ、CD 流すんですよね、うん、CD 流すんですよ、うん、こっちのアンプとかで撮るじゃないんですか？で、なんかメイン上げとかないかな、こういうアンプがあります、ああいう、これで、これで、あ、こっちの方で、なんか、それで、なんかマイケル・ジャクソンだったね。テン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 だったよ。
それ切り替えてもらって、あれがかかるか、カツオちゃんのやつがかかるか、どっちか。久しぶりです。すごい久しぶり。ジャンピー以来です。あ、どれそれそれ、あ、これこっち、こっちなの、こっちじゃないんだ。大丈夫かな、まあいいや、やってみましょうか。あ、じゃあ歌います。あ、もっと大きいです、うん、1秒先のふにゃいですら、本当は誰もわからない。今ここでできることは、諦めないとか信じることとか、僕の目の前いろんな人がぶつかりそうにすれ違ってく。迷子になりそうな時もあの頃はあったけれど、同じこの時代に僕らは出会えた。同じ夢叶えられたら素敵じゃないかな。あなたが笑ってくれる、それだけが僕の Oh my pleasure。 どんなに辛い時でもずっと抱き続けて、あ、子供の頃に見上げてた空は Oh my pleasure。 今でも変わらずにこの手を伸ばしてゆくから。切り離された雲のかけらがまるで自分のことのように、置き去りにされるように、繋いだ手強く握った。僕らを導いて、僕らは生まれた。同じ時分かち合えたら素敵じゃないかな。あなたのそばで見ている景色はいつでも Oh my treasure。 感じるままに全て歪む、歩いて行こう。ああ、ここから始まる暗い道も Oh my treasure。 数えきれないほどの未来がここにはある。でも抱き続けて、ああ、子供の頃に見上げてた空は Oh my treasure。 今でも変わらずにこの手を伸ばして、これは誰が歌ってたでしょう。サラさんわかる。え、なんだっけ、小田、小田、あ、誰だっけ、小田、あの、北の人、あ、北の人、あの、山本なんとかじゃないでしょ、あれはモノマネ芸人。お願いします。
小田裕二。ああ、ありがとうございました。小田裕二だ。あの世界陸上の時に、ね、流れが。そうなんだ。伊藤走れよ。タメ何やってんだよタメ。タメ生が全然ダメだったの。タメ何やってんだよ。あ、ありがとうございます。今小田って言うと哲郎しか出てこない。小田哲郎とか小田和正とか、ね、そうだ小田あかねとかあれは違う、あれは上級。小田あかねということで、じゃあ次はあの、はい、一応じゃああとですね、じゃあ次はあの一発屋、ね、一発屋一発屋たくさんいますね。一発屋たくさんいますね。でもね、一発屋も一発屋売れちゃうとあの次のあの一発やれちゃうと次にね、あの周りの人から言われちゃう、何々みたいな曲を作ってねって、うん、そうそう、そのあいつさん、あの売れるつもりで作った曲じゃない時もあったりして、あの売るために作る曲じゃなかったりして、このプレッシャーを感じるんですね、うん、まあ、そうするとね、案外あのそのプレッシャーの中で作るから次の曲がいい曲だったりする。あ、だけどもうその一曲が目立っちゃうから次の曲いい曲でも全然あのなんていうの、世間に知られないまま終わっちゃうっていう曲があるんで、あのこの曲はあの夏の日の1993、あ、それの何、そうそうそう、それの次の曲なんだけど、次の次の曲だから次の曲はもうあるんですけど、その2曲 2つ目のあと半年ぐらいに出した、あとぐらいに出した曲なんですけど、ホリデーっていう歌があるんですよね。俺あの渋谷のそのハチ公前であの、あれ、フェスやってて、あ、やってた、あ、フェス、あの、ズンチャクじゃないんですけど、なんかやってて、それで歌ってたの、2人見たことあって、わーって思って、あの時いい歌だなって、それで、この歌いい歌だなと思って、あの、クラスなんですよね。あ、クラスさん。ということで、はい、これは言います、クラスで。あの、ホリデーってのは、ホーリデーって時はみんなでホーリデーって言ってくれたら嬉しいなと思います。はい、どうぞ、大丈夫かな。疲れた体、地下鉄に押し込む君と話した受話器大きい終電間近の、ざわめき、いつか振り向けず夢を削ってく、初めて会ったあの日の君が浮かんでくる、ホリデー、大切なものをもう一度、ホリデー、心に刻むのさ、ホリデー、迷路を愛が泳いでも熱い鼓動をつなぐ、この手を離さない、扉が開くとき溢れ出す人群へ、君の言葉がふとよぎる、思いが重なる、今を感じる、不意にその意味が胸を叩くよ、行き場なくした苛立ち、君も傷つけてた、ホリデー、心を解き放つ鍵なら、ホリデー、自分の中にある、ホリデー、
交わしたキスの痛みも視線そらさないでまっすぐ見つめたい。クラスのデビューは1993年あの夏の日の1993が出た、その年の一発目に出たあの歌、ね、170万円売れましたけど、この曲は半年後に出して20万枚しか売れませんでした。切ない守ることがいつかはホリデイ僕の夢になるよ。ホリデイ迷路を愛が泳いでもずっと曇らせはしない、君を愛してる。もうホリデイララ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 ホリデイララ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 ラホリデイ。どうもありがとうございました。アンコール。え、本当ですか。僕ね、今までこのこうやってやってアンコールもらったの初めてなんですよ。なんかすごい仕込み。仕込みですか、これ。これ仕込みですか、これ。実で言うと。実で言うと。ということで、たまたまですよ。たまたまあの CD に入ってたけど、この歌なんですね。この歌も、小坂明子といえばじゃあ。ああ、もう。あなた。あなたなんですよね。あなた230万枚ぐらいいたんですね、年間で。なんですけど、まあ、次の曲に、次の曲にね、もう一度歌ったから、ね。まあ、今回ちょっと今日はやらないんですけど、今日ちょっとこれやらないんですけど、もう一度歌ったって。この、やっぱり大阪曲もあれだけ売れちゃった次に、あの若い時に、若い、まだあの時高校生ぐらいですかね、あの子。大阪曲って、もしかしたらね。もしかしたら、その時に大人たちにやっぱりラジオで聞いたんですけど、言われたんですって。あなたみたいな歌を作ってねと、そのプレッシャーの中で感じながら作ったのがもう一度って歌なんですけども、このもう一度もあなたの中に出てくるあなたが出てきて、その星のようにあのあなたは私を照らしてくれるって言って、もうすんごいいい歌なんですけど、10万枚も売れたのかなってなんか見調べたら、230万枚か、こんなっていう、もうで彼女を忘れられていくんですけど、もう一度って歌いい歌なんですけども、今日はちょっとそのよりあなたを、ね、ただあの後にあの宮本なんとかさんがあのカバーしてるんですね。エレカシの、あ、そうエレカシの宮本さんがあのカバーして歌って、あ、今あの人いっぱいカバー歌って、うん、ちょっとそのバージョンとちょっとあなたの方を歌わせていただきます。どうぞ。すいません。あれこれ、これはあれホリデイ。 I feel cocked。 これですね。はい、じゃあ、まあ、もしも私が家を建てたなら、小さな家を建てたでしょう。大きな窓と小さなドア、部屋には古い暖炉があるのよ。バカなバラと小さなアンジュ、子犬の横には
あなた、あなた、あなたがいてほしい。それが私の夢だったのよ。愛しいあなたは今どこに。絶対あのヒットメンド、ヒットソングなんとかの曲絶対出るよこれ、これ絶対あのピアノ弾いてるの、まあ、あの映像も見られて、もう何十回見て見られちゃったよ。ブルーブーの絨毯敷き詰めて楽しく笑って暮らすのよ。家の外では坊やが遊び、坊やの横にはあなた、あなた、あなた。望みだったのよ。愛しいあなたは今どこに。そして私はレースを編むのよ。私の横には私の横私の横には私の横にはあなた、あなた、あなたがいてほしい。カツオちゃん、アンコール、ありがとうございました。カツオコレクションでした。ありがとうございました。カツオコレクションさん、ありがとうございました。最後熱唱。いや、どうもありがとうございました。ありがとうございました。あと、ロック居酒屋第13夜、どうもありがとうございました。ちょっと今日おっしゃったけど、次回が8月9日の第2水曜日になりますので、ぜひぜひ。ぜひぜひ。また。遊びにいらしてください。どうもありがとうございました。またじゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、おかみさんから一言。ありがとうございます。ごちそうさまでした。引き続き楽しかったね。ああ、よかったよかった。いや、いっぱい笑いました。いつもの残留兵を、残留兵、ちょっと残留兵残留兵